なあ。うん。え？ああ、パフパフ。え？の。大変でガス、あんなところに人が。フローラさん、しっかり。私たちこんなところでやられちゃうわけにはいかないわ。そうですわね。私たちの大切な方と再会するまでは決して。あの二人、なかなかやるな。だが敵の数が多すぎる。このままじゃ危ないぞ。ならば我らが救い出さねば。いざ、かかるのじゃ。ここまで来れば大丈夫ね。ああ、それで、あなたたちは。私、ドアドキアの族長の娘です。お父様とフィアンセの姿が見当たらず、探していたところを魔物に襲われてしまって、うん、もうダメだって時にこのお二人が駆けつけてきて守ってくださったんです。私はビアンカ、彼女はフローラさん。一緒にサラボナっていう町から来たの。サラボナか。またしても聞かぬなじゃ。え、もしかしてそれってこの二人も。ああ、アリーナたちと同じように別の世界から来たということだな。やっぱりそういうことになるのでしょうか。この町の様子も私たちの知っている世界とは少し違っていて、不思議に思っていましたの。それで、あの、皆さんは。わしはディルク、この世界を王として束ねる者じゃ。今世界は危機に瀕しておる。長年我らと手を携えてきた魔物たちが突然正気を失い、人間を襲い始めたのじゃ。我らは魔物に襲われた町を救いながら、その原因を探っておるのじゃよ。魔物さんたちが昔のことを忘れちゃってるなら、何とかして思い出させてあげられないかしら。例えば、何か思い出の品を見せるとか。そう簡単な話じゃないと思うぜ。とにかく、まずはこの町を何とかしなきゃ。それに、族長さんと娘さんのフィアンセも見つけてあげないとね。それなら私たちも協力しますわ。フィアンセと離れ離れだなんて、とても人事とは思えませんもの。なら人探しも込みで作戦を組み直そう。まずは町の重要地点を洗い出す、そして付近の魔物をみんなで追い払う。さらにそこを拠点として。また長いやつ。つまり効率よく町から魔物を追っ払って、族長さんたちを見つけ出せばいいのよね。うん。仲がいいのね、あなたたち。息がぴったりで羨ましいわ。ん？え？おう。そうかしら。ただの幼なじみよ。ね。おう。幼なじみ、素敵ですわね。本当に。
羨ましいですわ。さあ行きましょう。早くお父様とフィアンセを探さないとね。はい。このクリフトにお待たせ。よーん、町から魔物を追い払って族長さんたちを必ず見つけ出すわよ。ありがとうございます。本当に何とお礼を言ったらいいか。よいよい、世界を治める王として当然のことじゃ。じゃあこの辺りから始めよう。魔物を倒しながら人探しだ。なんじゃたわいないの。同じ花嫁の危機は見過ごせませんの。フローラさん。ああ、そうでしたか。では一刻も早く元の世界に戻らなくては。そうですわね。でもその前にあなたの力になりたいのですわ。マジックリー出番でですよ。マジンゲージ。わかりました。
神よ私に力を。ザラキ消え去れ。気配の正体は消え去れ。バトルレックスか。ちっやりにくい相手だぜ。ザラキ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 。消え去れ。テリーさんがためらうなんて、よっぽど手強い相手ということですね。別にためらってはいないさ。いや、強敵には違いない。気をつけろ。この充実感、癖になりそうです。